スタニスワフル・ルボミルスキは、ポーランド・リトアニア共和国の貴族。1647年より新生ローマ帝国の諸公に助せられ、こうを称した。1620年より、王官僚宮廷に区切れ官及び、国王秘書係を1628年より、竜シ県知事を1638年より、クラクフ県知事及び、クラクフ氏総督をそれぞれ務め。 クジェピシュ、ニエポーミツェ、スピッシュ、サンドミエシュ、ソンチオヨザトルの大感触を帯びた。1609年スモレンスク包位に参加した際、ルボミルスキは自分が知事を務めるクラクフ県から自分の命令に従う規律の取れた軍事部隊を率いていた。彼の部隊は1620年代になってクラクフ周辺で略奪行為を始めたリソフチチ部隊を撃退している。 ヤンカロル・ホトキエービチの死後、彼は、レギメンタ氏として1621年のホチムの戦いで部隊を率いた。また1634年には、スタニスワフ・コニエツ・ポルスキの後任として、ウクライナで二度目の軍式を経験した。1635年、ストムスドルフの和訳締結の際には、スウェーデン側のクロード・ダボー白爵と友情を交わした。 ルボミルスキは、イエズス会の影響力に反発した。一方、敬虔なカトリック教徒であり、多くの聖職者たちの支援者にして、聖職ロック所有者であった。ブワディスワフ4世をカルバン派の王女と結婚させようと、する計画にも反対したし、国王自身が熱中するタイトルコ戦争の計画にも、反対姿勢を示した。また、クラク府県及びサンドシュで人気のあった、政治家、 イエジズ・バルスキの親しい友人であったが、ルボミルスキ自身が彼と同じ選挙区から政務の大議員として何度か立候補したために友情は決裂した。彼は父親から豊かな遺産を相続したが、1613年、アレクサンデル・オストログスキ公爵の娘で女子相続人のゾフィア・オストログスカと結婚したことにより、一族の財産をさらに富ませることになった。 1642年までに、ルボミルスキは10の城、12の都市、300の村落と数多くの森、湖、製粉場さらには、岩塩鉱脈を所有するに至り、当時の共和国で最も富裕なマグナートとなっていた。ありがとうございます。